グレーブアームは、イタリアブルーニコ出身のメロディックブラックメタル、ゴシックメタルバンド。キーボード導入期ラインナップ1992年に、イタリア最北部のトレンティーノアルトアディジェ州の一都市、ブルーニコで結成。しかし、当初の活動はそれほど活発していなかったようで、活動の記録は特にない。活動が本格化したのは百九十七年で、この時のメンバーは、 ステファノ・フィオリ、ステファン・アンター・ペルティンガー、ハラルド・クレンク、ディディ・シュー・ラッフェル、サビーネ・マイル、マルティ・ニ・ネルビテールであった。ライブ活動を活発に行い、1997年中に、セレナーズ・レコードと契約。同年中にファーストデモ、デモ97、ファースト EP、エターナル・ウィンズ、ファーストアルバム、ウェンデー・ライト、エス・ゴーンをリリースしデビューする。 1998年には、セカンド EP、アンダーニース・ザ・クレッセント・ムーンと、ライブビデオ、アウェーティング・ザ・シャイニングをリリースする。さらには、同年のバッケンオープンエアに初出演している。1999年に、セカンドアルバム、アズ・ザ・エンジェルス・リーチ・ザ・ビューティー、2001年に、サードアルバム、スカージ・オブ・マリスをリリース。サードアルバムリリース後のヨーロッパツアー終了後、 メンバーチェンジが起こる。ハラルド・クレンクとディディ・シューラッフェルが脱退し、エリック・トラッフェルが加入する。しかし、同年中に、エリック・トラッフェルは脱退し、エリック・リギが加入している。しかし、ベーシストは加入することはなかった。サードアルバムリリース後、ドイツの名門レーベル、ニュークリア・ブラストに移籍する。移籍後、2003年にフォースアルバム、エングレーブド・イン・ブラックをリリース。 同アルバムでは、ギタリストのエリック・リギが、ベースも兼任していた。フォースアルバムリリース後、ステファン・アンター・ペルティンガーが脱退する。そのため、ルーカス・フレーラーと、2001年までギタリストとして、在籍したハラルド・クレンクが、ベーシストとして復帰する。2004年になると、ドラマーのマルティ・ニ・ネルビテールが脱退し、モリッツ・ニューナーが加入する。 2005年に、フィフスアルバム、ユートピアをリリースする。リリース後、モリッツ・ニューナーが脱退し、マルティ・ニネルビテールが復帰する。もともと、マルティ・ニネルビテールの脱退自体がもともと一時的な、ものであった。フィフスアルバムリリース後のツアー中に、トーマス・フレーラーが脱退したため、トーマス・オルグレールを代役に立てて、ツアーを続行する。ツアー後、 トーマス・オルグレールが正式に加入する。2007年に6ス,スアルバム、コラテラル・ディフェクトをリリース。同アルバムは、ビクター・エンタテインメントからリリースされ、6枚目のアルバムにして、ついに日本デビューを果たした。2009年には、7スアルバム、ディアボリカル・フィギュアスをリリース。2011年にエースアルバム、フラグメンツ・オブ・デスをリリース。その後、 ハラルド・クレンクが脱退し、フロリアン・ライナーが加入した。2012年、個人的な理由で、トーマス・オルグレールとサビーネ・マイルが脱退。10年前に脱退したステファン・アンター・ペルティンガーが、復帰した。2015年4月に、ドイツのアフム・レコードと契約したことを発表。同年6月、ナインスアルバム、アセンディング・ヘイトをリリース。 公式サイトの国別コードトップレベルドメインが、ドイツのドメインである。でとなっている。これは、ホームページを作成したバンドの友人が、ドイツ出身だからだという。ABC フィオーリ、ステファナンバー、グレイブワーム、激ロック。2012年5月10日閲覧。グレイブワーム紹介日本コロンビア、グレイブワーム、フラグメンツ・オブ・デス・ CD ・ジャーナル・ハット。 ラインアップチェンジズグレイブワームオフィシャルウェブサイト2012年11月3日閲覧 https//www.facebook.com/gravewormofficial/ posts/11775302589306852015 年4月14日閲覧ありがとうございます。